彼氏ら残念。付き合ったの僕、後で公開するアーカイブに出てるので、彼氏面通用しないよ。あなたから、俺あなたからの手紙も全部読んじゃうから朗読するよ。俺が懲役行ってる間、9月、10月、11月だっけな、この3ヶ月間なんだっけな、連続で。そして切れたナイフを通じてお前が DM 送って、俺から手紙の返事来ないんだけどっていうのも、僕朗読しちゃうから。俺に伝えてもらいたいんだよって。な、ナイフはそれね、配信では出しませんからって。な、気使って言ってたけど、全部出しちゃう、僕。付き合ってないって言ってた？だってもうソースが出ちゃってるじゃん、もう僕の LINE で。出ちゃってるじゃん。だからあいつが嘘をついてたことはもう事実でしょ？付き合ってないよ、付き合ってないよって言ってて、あいつが文章で書いちゃってんだよ。そう、さっき俺出しちゃったんだよね、先に。利用されてるだけ？そうだよな。俺が利用されてるだけならば、モグゴリの1万6000円っていうのも、俺を、な、テキーラを3杯も俺に飲ませて、な、四季さんの分、四季さんが飲めないからって言って俺よこして、な、2杯目のリカピーの分も俺の半分によこして、な、一気させて、他の酒も一気させて、俺を酔わせて、そして泥酔させ、お前はさっさと帰って、俺が寝てる間に。そんでお前は料金を払わなかった？そういうことかい？利用したなら。ネタのための手紙だった？もう通じないんだよ、それが。ネタのための手紙ね、ちょっと厳しいんじゃないでしょうか。どこだっけな。2022年10月5日、パイセンについてみんなの意見を聞くっていうやつね。これ枠ね、6枠ぐらいにわたってこうやってやってんのよ。俺がいない間に。俺パクられてる間です。僕がね、捕まってる間なんだけど。はい。これね、手紙を書くかどうかとか、ね、会っていいか、ね、会って大丈夫かどう、ね、会っても迷惑じゃないかな。私を応援するだけだよっていう内容なんだけどさ。ね。まあ、全部、あ、これじゃねえや。これ関係ねえや。この、ま、上もあるんだけど、いっぱいあるよ、これ。いっぱい。あの人の、だからね、非公開のやつで、見れば確認ができるものなのでね、これね。確認ができます。皆さんもね、あの人が消さなければ。履歴だけは残っているので。これも上もそう。はい。これも上もそうです。んでね、まだある。これ6枠やってるの、6枠。俺がいない間。ちょうど手紙をよこして、ね、手紙を9月によこして、俺が返事を出しませんって、な、代理のツイッターつぶやいてもらってる人間に、俺は出しませんよっていうのをちゃんとツイートしてあります。履歴も残ってあるので。はい、これもそう。あれ？なんでこれ？閉じてんだ。あ、ギャラリー開いてるから。初期設定か。池ちゃんついては特にないな。池ちゃんはあれで、警察官呼ばれたぐらいで。よっぽど好き？じゃなけりゃさ、わざわざさ、9月にさ、ね、手紙を起こしたりとかしないんじゃないの？9
9月、そして俺が LINE 起こしませんよって言ってんの、あ、手紙ね、ツイッター上で手紙出しませんって、うん、書いてんのに、10月、11月って、話も肩も変わった。歯がなくなったからな。一生見守る？ねえ、僕のツイッターのさ、文章見た？あのさ、ツイッターのところの居場所っていう場所さ、文字が書けるの知ってる？別に東京都とかそういうの書かなくても文字が書けるんだよ。あれね、スペイン語で、うん、スペイン語で確か書いたんだよ、俺。ああ、調べてな、うん。あなたはそのチャンスを逃したんだよ。最後の最後に俺はチャンスやったのにな。バカだからやっぱり。相変わらず変わってねえから。2年半あんた何やってたの？2年半だか3年。何も変わってねえじゃん。バカ。まあ俺第2回、第3回、第4回あるからな。まだまだ18回、16回ぐらいまで。置き去りになったのは私だ。俺だろうか、確実に。大丈夫。僕はアーカイブ出すから。アーカイブ出すは一発なんだから。さっきの。より戻した俺も悪い。まあそうだよな。結果、そして。だから俺切ったんだよ。確か1月の、なんちゃっけな、好きやったの。ちょっと、LINE の履歴見ないとわからないけど、1月の頭くらいに、より戻して、で、16日も別れたんだよ。結構早くね、俺。16日だから、6日だ。うん、1月6日に付き合って、16日に別れてるから10日間なんだよ、俺ら。俺が一方的に別れたんだけど。だって危ないじゃん。俺がまた病むかもしれねえし。ね。やられちゃうもんだから危ねえから。下手したら俺が刺されたかもしれないよな。刺されてねえや。噛みつかれてたかもしれねえ。うん、俺から別れた文章もちゃんとあるからね。ちゃんとあるよ。一方的に俺が別れる文章を送ったのもあるよ、長文で。で、俺今まで黙ってたんだよ、みんなに、いろいろと。この、だから2年半前ももちろんそうだし、な、今回もいろいろ黙ってたんだよ、俺は。で、今回夜放送のとき、あっちが言うべきじゃねえっていう、ちゃんとね、履歴あるから。ね、黙っとこうっていう、そういうようなことを匂わすような、ね、LINE の履歴あるから。だめ、18回であるんだよ、明日もさ、まだあんだしさ。そうそうそう。夜もした時、失笑だった。それ言われちゃうとな。それ言われちゃうと、配信するんだよ、だから。だから今日しないよって言ったよ、夜。白いやつの手出さないよ。おまけ出してくれ、何の。キャブを取らないといけないからな、相手のラインを。愛したもんな。
まあ、なんと言えばいいんだろうな。正直、微妙なラインというか、今回に関しては。まあ、変わった部分があったなと思ったから、よりを戻したんだけど、まあ、結局変わってなかったっていうね。僕の、まあ、見余りだから、まあ、さっさと別れたっていうか。舐められすぎだから俺もすぐ別れたんだよ、でワンちゃんあげたんだけどまたね夜を戻してくれって言うから、でまあ14日2月の14日ねバレンタイン、いやそうだろうだって俺から付き合ってくれじゃねえから夜戻してやっただろう今回に関してはさどちらもそうだけどどちらもそうなんだけど一回目付き合った時も二回目付き合った時も。どうよ。リスナーやめとけって言ってさ。なあ。まあだからすぐ別れたよ。まだ早かったろ。インド人300切った、うちがもう900に迫るよ。